どうも、愛知です。11月の末に今撮影してるんですけども、これから12月、1月と、受験にどんどん近づいていきます。で、受験勉強するにあたって、この時期だからこそ、意識してほしいことをね、少し手短に喋っていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では、早速ね、話していきましょう。で、9月の、ま、9月ぐらい、夏休み明けたぐらいと、この時期って、まあ、メールね、毎日いただいてて、本当にありがとうございます。で、読ませてもらってて、ちょっと変わってくるんですよ、内容が。で、どう変わってくるかっていうと、まあ、共通するものとしては、伸び悩んでる子。勉強してるけど伸びないっていう、まあ、そういう不安です、みたいな、それはもちろんずーっと来てるんですが、この時期、ちょっと増え始めるのが、伸びてきましたっていう、そう。っていう結構嬉しい、喜んでるメールっての結構いただくようになるんですね。これ夏休みぐらい明けとかあんまりそんな来ないんですけど、で、なんでかっていうと、同じ勉強量をしてても、伸びる時期っていうのはやっぱ人によって違うんですね。結構勉強してすぐ花が咲くタイプの方もいらっしゃれば、ちょっとね、こう、なかなか伸びない。伸びないんだけど、伸び始めるとすげえみたいな、ぐいぐいって一気に伸びる。結構それはタイプによって違うんですよ。で、その3ヶ月、もう夏休みね、明けてから経ってるので、その伸び悩んでた、悩んでた子たちがこうぐいぐいってきてる。で、よ、嬉しいって、すげえ伸びてきましたみたいな方がいて、おー、やったなーって感じがするんですけど、いただいてるメールを読んでるとですね、まぁ、ちょっと、そこだからこそ苦言を呈したいところ。でもちょっとあって、まぁ、よかったら意識してほしいところなんですが、何かっていうと、油断してませんかっていう。そう。で、正直、受験生にとって、で、大学受験なんてのも厳しいのは分かってるので、大学受験の方はそんなにいないと思うんですけど、高校受験って、受験が人生初めての方が多いですよね。だから受験がどういうもんかって、まぁ、あんまイメージができないじゃないですか。実体験がないので。で、もちろん油断してますかって聞いたときにそんな油断してないと思うんですよ、正直。例えば A 判定、判定がちゃんと取れてる、偏差値がじゃあ55必要って言ってる子がずーっと60ぐらい取れてました、まあ受かるでしょうね、可能性としては。100じゃないけど受かりやすいと思います。で、その状況続いてたらちょっと安心しますよね、自分としては。あーいけるかもみたいな。で、いけるかもと思って、あーどうせ受かるから勉強しなくていいかってなる方はそんなに多くないとは思うんですね。そこまでの油断じゃないんです。じゃあ何の油断かっていうと、じゃあ例えばちょっとイメージしてもらって、毎日まあ勉強するじゃないですか。で、夜9時からじゃあ10時半ぐらいまで勉強しようと。で、一応12時までは勉強しようと決めてたとします。そのぐらい3時間ぐらい目安でしようかなと決めてたとした時に、10時半で今日の予定が終わったとします。今日やろうと思ってた分がね、終わりましたと。まだ時間残ってますよね。その時に、今までだったら、もし伸び悩んでる時、本当にやべえなと思ってた時だったら、きっとまだやると思うんですよ。いや、もっとやんなきゃみたいな。それは正しいとは思わないんですけど、でもやんなきゃと思ってたんですね、きっと。でも、ちょっと余裕が出てくると、あ、まあでも取れてるから、いっか、ちょっと休憩しても今日の分やったし、みたいな風に選択肢がそっちに行きがちだと思うんですよね。やんなきゃと思ってたのが、まあ大丈夫っしょみたいな。で、これはさっきも言ったように、やんなきゃになんなきゃいけないわけじゃないんですよ。で、なんでかっていうと、メリハリは大事なので、やるときはやる、休憩するとき休憩が大事だから、もちろん休憩はしてほしいんです。で、それを頑張るために休憩するっていう意識だったら全く問題ないんですけど、まあ大丈夫っしょっていうのがどっかにある休憩っていうのは、それが積み重なると本気で油断になるんですよ。で、油断すると受験足元救われるからね。A 判定取ってても。そう。で、この時期に油断、まあ、そういう風に積み重なっていくと、冬休み、12月の終わりぐらい、まあ、その1ヶ月経つからさ、油断が積み重なって、冬休みに油断してマジで勉強しないんだよね。そう。まあ、勉強しない。ゼロじゃないよ、きっと。ゼロじゃないけど、過去問とかも繰り返しやなくてもいけるっしょ、とか、なってきちゃうの。選択肢が、発想が全部そっちに行き始める。で、それは本当に怖いこと、受験においては。なので、別にね、その、上がってる子たちの、なんか水を差したいわけじゃないんだけど、ちょっと、兜を締め直そうって、もうちょっと一回気を引き、もしね、緩んでるってちょっと思う方がいらっしゃれば、ちょっと気を引き締めようっていうふうにぜひ思ってください。で、もう一個、勉強内容としては、まあ、過去問とか、模試のね、過去問とか、本番の過去問とか始めてる方も多いと思います。結構難しい問題とか応用問題に触れる方も多くなってくる。で、今まで基礎固めをしてた方が応用に切り替えると、基礎固めをさ、繰り返しやってるとやっぱできるっていう経験、そこから自信がつきますよね。結構頑張ってできるようになってきたってなるんだけど、応用とか過去問に切り替えた瞬間にできなくなります。それは当然です。難しいんだから。で、そこのギャップで凹む方がいるんですけど、凹む必要なんてさらさらないからね。だって、基礎から応用に変えてるんだから、それは手が出なくなるんだよ。
でも、今まで基礎固めしてた子も、最初はできない問題いっぱいあったんでしょ。それができるようにしてきたんだから、同じです。応用もできない問題が今あっても、できるようにすればいいの。ただし、基礎よりも、エネルギーが必要。応用できるようにする方がね。だから、一問一問にちゃんと、なんだろう、いっぱいやるっていうよりも、一問をしっかりちゃんと自分の、まあ、力にしていこうっていう発想。いっぱい急いでやんなくていいから、一問ずつしっかりできるようにしていくんだって感じで応用をやってってください。で、今の段階でまだ基礎をね、やんなきゃって応用をやってる場合じゃないって方もいると思います。それはいいんです。基礎固めをしてても構わないんだけど、今までは、応用もっと難しい問題をするために基礎を固めなきゃっていう発想でやってた方結構多いと思うんですけど、受験本番、基礎は出ます。基礎も応用いっぱい出るの。応用だけじゃないからね、受験っていうのは。で、基礎問題も出てくるので、もし、まあ、その狙ってる高校とかの偏差値によると思うんですけど、そんなめちゃくちゃ高いところを目指してるわけじゃないんであれば、基礎固めをしてようっていう発想じゃなくって、受験本番の基礎問題を取りに行くんだっていう意識に変えてください。これすごく大事なことで、やってることは同じなんです。基礎をやってるんですけど、基礎固め、応用のために今なんか、なんだろうな、こう、なんか練習をしてるっていうわけじゃなくて、本番を取るために基礎問題をやってるんだって、受験本番で私は、俺は得点を取るために基礎をやってるんだって意識にぜひ切り替えて、この時期からやってもらえたらと思いますので、まあこれからね、ほんと精神的に受験勉強大変になってくると思うんですけど、ぜひ頑張ってください。